ジェーム・カンピオンはニュージーランド出身の映画監督、脚本家。世界的に映画界で成功した女性映画監督の一人。ニュージーランドの首都ウェリントンに生まれ、オーストラリアのシドニーに育つ。父は舞台監督、母は舞台俳優という演劇一家に育つ。三兄弟の次女で姉と弟がいる。 ビクトリア大学ウェリントンで人類学を専攻し、1975年に卒業する。大学卒業後はヨーロッパを放浪し、イタリアやイングランドに滞在した。ロンドンの広告会社で助手を務める。1979年から1981年までシドニー・カレッジ・オブ・アートで絵画を学ぶ。同校在学中の1980年に初の短編映画。 ティッシュズを制作する。1981年から1984年まで、オーストラリアフィルムテレビジョンラジオスクールで映画制作を学ぶ。同行在学中の1982年に発表したピールは、カンヌ国際映画祭短編映画部門パルムドールを獲得し高い評価を得た。1983年にパシャンラスモーメンツを発表する。 映画学校を卒業後、1984年に、After Hours, A Girl's Own Story の監督、脚本を手掛ける。その後、オーストラリアのテレビシリーズ、Dancing Days, ンンルイーズとケリーを手掛ける。1989年に監督を務めた初の長編映画、Sweetie は、第42回カンヌ、国際映画祭コンペティション部門に選出されるも、 審査委員の間で物議を醸す作品となる一方で、オーストラリア映画批評家協会賞映画賞、監督賞、主演女優賞をトリプル受賞、ロサンゼルス映画批評家協会賞新世代賞、インディペンデントスピリット賞外国映画賞、ジョルジュ・サドゥル映画賞最優秀映画賞を受賞するなど世界各地で高い評価を得た。1990年に、 ニュージーランドの自助伝作家ジャネット・フレームを描いたエンジェル・アット・マイ・テーブルを発表した。1993年に公開されたピアノレッスンで女性監督として初、またニュージーランド出身の映画監督として初となるカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞。また、アカデミー脚本賞、主演女優賞、助演女優賞、脚本賞、セザール賞外国語映画賞。 ゴールデングローブ賞主演女優賞ほ他各国の映画賞も受賞した。1997年には、ベネツィア国際映画祭の審査委員長を務め、北野武史に禁止賞をもたらした。2013年には、第66回カンヌ国際映画祭において、シネフォンダシオン部門と短編部門の審査委員長を務めた。またこの年に、原案、監督、 脚本を共同で務めたイギリスのテレビドラマトップ・オブ・ザ・レイクが批評家に絶賛された。2014年の第67回カンヌ国際映画祭で審査委員長を務めることが発表された。1992年にテレビプロデューサーのコリン・イングアートと結婚した。1993年にジャスパーを出産するも12日後に死亡した。 1994年に長女アリス、1996年に次女ジ,ジェーン、2001年に長男マイケルを出産した。長女のアリスは女優として活動しており、母ジェーンに帯同して映画祭に出席する機会も多い。現在はシドニー在住。監督作品監督以外の作品。ありがとうございます。